場所は、はいはい、ドイツのベルリンです。ベルリンの壁をぶっ壊せた。ベルリンで最大のジャパンフェスっていうのがあって、お最大ジャパンフェスティバルベルリンっていうのがあって、ここでね、ドイツにある日本大使館の方に呼んでもらって、はい、踊ってきたんで、どんな様子か見てください。ありがとうございました。ありがとう。本日は5時半からですね、こちらの会場でですね、ご覧ください、ジャパン、フェスティバルベルリンっていう、イベントに出演する、宝船ですね。ここが会場か。お、すげえ。あ、すごいね。氷点下だったの。来た。嬉しいの？嬉しいよ。それはもう相違があるよね。このお肉のさ、めちゃくちゃ寒くて、いや寒いと体ちょっと固まるじゃん。もちろんもちろん、うん、だから阿波踊りをやってる人にとっては過酷な状況だった。それはいいかというね。でも本当に宝船が踊ったら会場めっちゃ盛り上がって、そう、はいはい、温度ブワーって高まって、ベルリンってエンターテインメントの見方として、はい、日本人とかとちょっと感覚が違う部分が結構いっぱいあるわけですよ、はい、多分クラシック音楽とかのあるじゃないですか。はい、ましたね。一番でかい点、ベルリンのお客さんみんなそうなんだけど、はい、演目がちゃんと終わりきるまで拍手をしないの。だから普段ドド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 ン、さあ、あー、怖い怖い、遅い遅い、もう、うアメリカだったら、そのね、僕らからすると演目のもう終わるなっていうのは明らかに分かったら、うん、普通だったらこうわーってやってくれたりするんだけど、直前まで拍手ないから、あれ今滑ったのかなと思って、怖い、その後に拍手こうするじゃん、普通。はい、うん、ベルリン違うからね。やった、違う、これクラシック形式らしいんだけど、よりすごい演目をやった後に感動した時には拍手は手じゃなくてもドド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 、足でやる。なるほど。それを初めて僕ら体感して、はいはい、すごくて、その感動。俺会場に一言いたんだよ。あ、会場、なんか会場さ、客席こうやってあるでしょ。はい、でね、映像を見てもらうとね、ポン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 とね、はいはい、あのソーシャルディスタンス、あ、ソーシャルディスタンス、席空いてるじゃん。来ました、空いてる。コロナ前ですよ。でね、ああ宝船もう満席になってないじゃないかと思う人がいるかもしれない。でもね、あれよく見てもらうとね、端っこにめちゃくちゃ人いた。いたなんで外にいて真ん中いないかっていうとね、横20人から30人ブワーって客があるじゃん、通路が右と左しかないの。本番中にすいませんって開けないじゃん。いけないいけない。端っこのやつらが座っちゃってるからさ、中に入ってこない。中から入ってるから、そうだそうだ、すいませんって。通路って言ってたの。演芸者どうなってんじゃん。いや、めちゃくちゃいいよ。お前はどうだったって喋ってる。敵を作らないよ。そうだ、敵作るんだよ。今敵になった。最高だったって。いや、多分宝って目当てっていう感じじゃなかったんだけど、だんだん増えてって、最終的にはもう右と左ブワーっていった感じだと思う。ちょっと見てやろうかな。あれ、面白い日本人いんじゃん。うんうんうん。おお、おお、面白いね。すごいジャパニーズいるじゃんみたいな感じだよね。で、最後、俺ね、なんでね、ベルリン好きかっていうとね、はいはいはい、高校の時にベルリンから留学してる超絶イケメンなフランツ君っていうね、はいはい、書いてある。交換留学生がいたね。そう、ちょっと写真を送るから載せてもらいたい。嫉妬するぐらいかっこいい。そう、そのね、腹立つ。身長もね、190ぐらいあって本当にかっこいいね。なんで二物与えたかな。身長と顔ね。顔、うん、でフランツと
とは俺仲良くて、高校の時にフランツが帰っちゃうっていう最終日にも2人で帰ったと。寂しい。青春、青春だよ。ありがとう。うわ青春じゃん。うわ感動。帰ったっていうのがあって、それからもう俺も30代になって向こうも30代になって、結構いい年ですよ。お酒は知りました。でね、ほとんどの人は高校時代の留学生なんてみんな忘れちゃうじゃん。そうだね、そうだね。覚えたとしても会いに行くことはないじゃん。ないよ、ないよ。Facebook とかも繋がってなかったら連絡先は分からなかった。で、阿波踊りでベルリンっていうところに行くってなった時に、フランツが住んでると思って連絡して、Facebook とか探して、共通の友人とかから。あ、そこから探してたんだ。そこから探してたんだ。連絡して、久しぶりの再会して、俺本当に阿波踊りやってなかったらこんな場所来る予定じゃなかった。なるほどね。だからベルリン来て、すごい感慨深い。友情をね、阿波踊りが繋いでくれた。いや、向こうはドイツ語と英語ができるのね。日本語はヒアリングができるぐらい、あとは片言単語言うだけみたいな。俺はヒアリングができるってほどじゃないけど、聞けばなんとなく分かれって感じで、俺が日本語で喋ったら向こうが英語で返してくる。これ何この意思疎通できないもどかしさ。すごい、これ恋かなと思った。